後継者を育てるってな、一筋縄ではいかないものでして、いや、なかなか時間と手間のかかるものでございます。今回はそのポイントについてお話ししようかと思います。何しろ時次郎ってやつは、ミュージシャン崩れのいい加減な男でして、本当にこいつで大丈夫なのかと、ご覧いただいてる皆さんもご心配なすってるんじゃないでしょうか。そこで頼りにしたいのが、会社の幹部や役員ですな。どうやらこのお店の親族にも、うってつけの男がいるらしいんですが。じゃあ今度はね、時次郎を立派な後継者として育てていく、その方策について話をしようじゃないか。ああ、だったらご隠居さん、ガキの頃から和菓子一筋ね、親父のこの足が、野郎にはね、まんじゅう作りから経営のことまで、もう一からみっちり仕込んでやりますからね。いやいや、今の話だとね、大将、お前さん、まんじゅう作りのことは、はっちゃんに任せっきりなんだろ？だったら、まんじゅうのことは、はっちゃんに教わった方がいいな。で、経営のこともちょっとお前さんじゃ心もとない。もっとこう、しっかりした人にそばへついててもらいたいんだが、誰かいないかい？そういう人の心当たりは。ああ、いるっす、いるっす。ちょうどいいのがいるっす、ご隠居さん。いとこでね、敏腕経営コンサルタントってのがいるっす。ああ、いきなりここへ来て都合のいいいとこさんが出てきたね。その人、名前は何てんだい？与太郎っす。与太郎？あんまり賢そうな名前じゃないね。名前で判断しちゃいけねえっすよ、ご隠居さん。与太郎って今じゃね、方々の大企業からも引っ張りだこなんすから。ああ、そうかい。うん、うん、うん、うん。おだったらね、ぜひその与太郎さんを、社外取締役として迎えてさ、で、時次郎の後見になってもらったら適任なんじゃないかい？つうか、俺経営のことは与太郎に丸投げしたいっす。めんどくせっから。おいおい、そういうことは言うもんじゃない。お前さんが次の社長なんだからね。ちゃんと自覚を持たなくっちゃいけませんよ。いやー、ご隠居さんね。あっしゃ、ドーマの与太郎ってえな、ごめんこんぐりてんすけどもね。いや、何がってね。あいつまあ、普段から、うちのまんじゅうは甘くて食えません。なんてなことを抜かしやがる。まんじゅうに愛情のねえ野郎にね、うちの経営に参加してもらいたくねえすけどね。おやじ、おやじ、んな細かいこと言ってる場合じゃないっしょ？与太郎が甘いの苦手ってのは子供の頃からなんだし。とにかくあいつはさ、経営戦略プロって言われてんだから、うん。あいつを連れてきて任せれば大丈夫だって。ああ、そうだね。またね、大将お前さんが甘さ控えめなんてまんじゅうをこさえてあげれば、与太郎さんも喜ぶんじゃないかい？うん。じゃあな、その与太郎さんも交えて、できるだけ早いうちに親族会議を開いた方がいいよ。後継者が事業を引き継いだ時に苦労した点の多くは人に関わることであり、後継者の育成だけではなく親族をはじめとした関係者との事前調整は必須と言えます。特に会社役員に親族がいる場合、また新たに親族から迎え入れる場合は後継者を支える心強い後ろ盾となりますから問題意識を共有しておくことは重要です。何より一番大切なのは後継者の育成だからな。そのためにも親族にバックアップしてもらえるよう協力体制を整えておくことはとても重要だよ。そして後継者の教育については社内と社外でそれぞれ実施します。社内では現経営者との対話を通して事業の詳細について把握させ、自社の各分野の仕事を一通り経験させます。あるいは責任ある地位につけて権限をある程度移譲させることで経営者としての自覚を促すのもいいでしょう。社外では
同業他社での勤務や子会社経営などを通じて幅広い人脈の形成や経営手法を習得させます。また中小企業大学校で実施している経営後継者研修や中小企業支援団体が実施するセミナーなどへの参加も有効でしょう。よし、そうと決まったら話は早いや。あう、時次郎おめえな、今すぐ八っつぁんとこへ弟子入りして、向こう3年、みっちり饅頭作り教わってこい。な。で、それが済んだら、今度は3年間、デパートの出店へ行って、接客の修行だな。それやりながらおめえ毎晩毎晩、与太郎のところへ通ってな、経営の勉強してきな。マジっすか？休む間ねえじゃん。超ブラック。夜くらいは俺、クラブ行って踊りたいっす。そんな暇も金もあるか、このバカ野郎。自分だってしょっちゅう飲みに行ってんじゃん。しょっちゅう、なんてことはねえぞ。まあ、せいぜい、週に7日だ。あ、やれやれ。子も子なら親も親だ。あ、しょうがないね。なんてんで、本当に大丈夫なんですかね、この親子。